みなさん、こんにちは。ダケン代表の古賀です。はい、古賀さん。はい。え、古賀さんは、今メンバーさん向けに、毎朝平日ですね。はい。記事を書いていると思うんですか。<laughs> 書いてますね。はい、頑張ってますね。その過去の投稿を見て。はい。二年前の八月十五日に、こんな投稿をしてました。ほうほうほ,うほう。はい。戦後の日本人に根付く、四つの史観。ほうほ。う。 よくこのお話小賀さんされると思うんですが、うんうん、この中にま戦後の日本人の〇〇士官には4段階あると私は思っています、うん、という内容のものがあるので、それについて小賀さんの体験談も交えて詳しくお聞かせください。方法、うんうん、ありがとうございます。2年前にじゃあこの私はこの最近よくねあの地方の講演会でもお話をさせていただいているこのロジックを。 2年前に自分を組み立てたってことですね。はい、そうですね、はあああ。ありがとうございます。はい、えっと、士官っていうのは歴史の見方なんですけれども、やっぱり私自身がいろんなところでお話してますけど、ずっと自虐視官でねあの、学校の先生の言うことと、テレビと新聞の言うことを信じて生きてきたので、うん、あの日本は悪い国だったという自虐視官で、えー、本当に小学校から、小学生時代から、えー、20代の後半まで生きてきたので、うん まあそういうい自虐観で生きていいる方々が非常に多でですよね、うん、でもそれからだんだんそのいわゆる保守というところに目覚めてで今はその反グローバリズムというところにいるわけですけど、まあ、こういうことをずーっと経験してきて考えてきている中で、まあ、あの資料も出すと思うんですけどこういうことかなということに気づいた4つの視観という話があるので、うん、それちょっとお話ししたいと思うんですけど、はい、ま,あまずほとんどのどうでしょうぶっちゃけた話8割とか。うん もしかしたらそれ以上いらっしゃるかもしれませんが日本人、まあ、テレビを見ていたり新聞を見ていたり、まあ、いわゆる真面目な日本人ですよねの方々は昔の私もそうですけど自虐視観なんですよ、うん、だから日本は悪いことをしたし、まあ、それこそ先日の、ねえー、8月の6日広島で式典が開かれますけど、えー、過ちは繰り返しませんからっていうものをああ自分たちが悪かったんだなっていうふうに昔の私もそうだし捉えているこの方々が一番多いんですけどこれ自虐視観ですねと、うん ただ、えー、何かのきっかけで、そこから、いや、ちょっと違うんじゃないかなというふうに、目が覚めてくる人たちがいます。うん、で、その次にたど、えー、り着くところって、何かというとですね、GHQ 主観というふうに私は呼んでいて、はい、ここでいう、私が言う主観というのは、まあ、ちょっと言い方が微妙なんですけど、うんうん、誰々が悪いみたいな感じのね、その<ー>いう見方での、あのー、呼び、えー、名前をつけてます。なので、まあ、悪いって言い方もちょっとよくないんだけど、あのわかりやすく。 GHQ 主観というのは何かというと GHQ が悪いんだ。要は戦後に GHQ が日本を占領してでウォー・ゲリット・インフォメーション・プログラムを中心にとにかく日教ももも使使使っっって、て、て、メディアも使っていろんなものをを我々に自虐主観を植え付けた、うんで。多くの日本国民がそれによって洗脳されてしまったということで、まあ、いわゆる自虐主観からちょっと目が覚めると GHQ が悪かったんだっていう GHQ 主観にたどり着くんですね。うん GHQ 士観にたどり着くと比較的容易にそこでいろいろまた学びを深めていくと次のですね3番目のコミンテルン士官というところにたどり着きます GHQ が悪かったんだと思っていろいろ調べていくとですねいや待てと GHQ の中にも、えー、実は大日本帝国の中にもアメリカの軍とか政府の中にも世界中にそれこそナチスの中にも世界中に コミンテルンっていうですね、まあ、共産党インターナショナル。うん、当時のソ連のを動かしていた人たちと言われています。言われている。その人たちのスパイが、まあ、日本で言うと、例えばゾルゲとかね、尾、うん、崎穂積みとか、まあ、普通にスパイだったことが明らかになってますけど、こういう人たちが各所に入り込んで、で、戦争を起こさせたんだな、ということに気づくわけですよ。うん、まあ、ベノナ文書とか、いろんなものが見えてくると。そうすると、あ、GHQ も確かにそうだけど、それを、 操っていたのはコミンンテルンだなとソ連の、まあ、共産党インターナショナルであるコミンテルンが悪かったんだっていうコミンテルン士観に行き着くわけです。うん、でこの2番目の GHQ 士観と3番目のコミンテルン士観の2つを合わせて私は保守と呼んでいるんですけど、はい、まあちょっといわゆるここでは保守になるかもしれないんですけど、うん、とにかくまあ世間で今日本の言論空間で保守と呼ばれている方々は大体2かんなんですね、うん、多くの方々は。まあ、皆さんちょっとイメージしていいたただきたいんですけど、うん ただし、やっぱりこの3で物事を見ていてもなんかおかしいんですよ。なんかおかしい、おかしいと思いながら、まあ私がたどり着いた主観が、えー、私がよく天井人がいると。はい、マネーの力で各国政府よりも上位に君臨する国際金融資本家と一部のグローバリストたち。まあマネーで世の中を動かしている人たちがいるんだな。この人たちが全てを握って動かしてるんだなっていうところが天井人主観です。 うん、ここに気づくとですね本当に今までの3までの見え方とガラッと世の中の見え方が変わってくるんですけど、うん、とても大きな問題があって、まあ、日本にはこれ世界にもそうでしょうけど特に日本にはですねかから4に行かせなないための大きな壁があります、うん、この大きな壁っていうのは、まあ、言論空間における壁で分かりやすく言うと壁になっている方々がいるっていう言い方の方が正しいかもしれない。うん これは意図的に3から4、まあ要するに4という真実に目覚めさせないために意図的に壁になっている方々もいます。まあ誰とは言いませんけど。うん、で、私が見てて思うのは意図的じゃなく本当に保守として一生懸命やっている中で、えー、4がまあ見えないというか4が隠されている中3までのことを必死で、あの必死で、まあ、一生懸命伝え、熱意を持って伝える中 結果として壁になっている方々も、まあ言論人もたくさんいらっしゃるなと私は感じます。うん、この四の天井人と視から世の中を見れるようになることがすごく大事だなと思ってると、るまあこの四つがまず視点の話ですね。ありがとうございます。うん、えっとこの過去の投稿に、うん、え最後の四番の話ですね。うんうん、こちら国際金融資本視点、うん、というふうに小川さんが つけていていですねまたの名を「真実の歴史」っていうふうに、うん、あの投稿では書いてるんですけれども、うん、結局やっぱりその3と4の大きな壁があることで我々は真実の歴史を知る機会がかなり減っているっていうようなことでしょう,うん、うんうん、まあもう本当おっしゃる通りでその2年前私その「天井人」って言葉は多分まだ思いついてなかったのかしら、うん、2>, 2年前ですよねおそらくね,そ,ねその後に多分「天井人」って名前を付けようと思っただから国際金融資本士官という言い方をしてたと、まあ、長いですけどうん、うん、ま,まさにその真の歴史 歴史は勝者が作るっていつも言いますけど、うん、その、じゃあ、例えば戦争をするじゃないですか。じゃあ、A 国と B 国が戦争したと。で、A が勝った、B は負けた。そしたら A が、えー、歴史を作る。うんうん、ここまでの話が多分、コミュニティの士官までの話なんですよ。はい、でも、ここで誰が勝った、負けたやってる、もう一個上がいるよねと。ここが歴史を、歴史をね。 作っているんだとすればどうなのって話ですよねなるほど、うん、だから常に勝者がいてういう戦ってもない勝者がいて勝者が歴史を作っているんだとすれば作られた歴史の中にいる以上我々は歴史がわからないですよねなるほど、うん、そうすると<え>一番上にいる天上人にしてみると先ほど保守とかリベラルみたいなその,の話が出てきたんですけれども右左って関係あるんでしょうか、うん、まあそこが、まあ、そすごくいい質問なんですけど、えー、関係ないとは言わないですないと言っちゃうとちょっとあの。 極論になっちゃうんでただしやっぱり右とか左いわゆる保守とかリベラルという軸を作ること自体がプロパガンダであり目くらましであるんじゃないかなっていうふうに思っていたりもするわけなんですね。なるほどちょっとでも難しいので、うん、もう少し分かりやすくお話しいただきたいんですが、うんうん、まあこれもよくねあの講演会でお話しするんですけどよくよく日本の言論空間特にこういうね日本のことを思うとかっていう話になった時にじゃあ保守なのか右なのかリベラル左なのか、うん、右か左かっていう話がしょっちゅう出るわけですね。 で、これ、この議論はそもそも、まあ、右、えー、日本においては保守が愛国で、リベラルが、まあ、とても、こう、売国的に言われているんですけど、そもそも本来は違うんですよ。まあ、保守的な考え方を持ってい,いようが、革新的な考え方を持ってい,いようが、根本には国を愛するという気持ちがあるというのが、本来の保守とリベラルの考え方なんですけど、今の日本の言論空間においては、もうこの前提はちょっと忘れ去られていて、 もしはかなりか国を思っているでリベラルはまあ国とか何とかよりももっとこうあのグローバリズムみたいなことがいいんじゃないかみたいな話をされていると。でこの右と左っていうもの自体がねやっぱりプロパガンダだなとすごく思っていて私がよく使うのは右と左じゃなくて縦で上と下で見ましょうと、まあ、グローバリズムと反グローバリズムで見ませんかって話をよくしてるんですね。 そうするとさっきね、その保守の中であ、リベラルの中で私がグローバリズムっていう言葉を、えー、出しましたけど、はい、多くの日本人が右と左だと思わされている軸は、はい、実はこれ上と下なんだねってことにだんだん気づいてくるんですね。おなるほどで、この右と左の軸と上と下の軸は似てるんだけど違うんですよ。ここの違いが、 いわゆるさっき言った三番目と四番目が見えるか見えないかでここが見えてくるっていうことかなと私は思ってます。なるほど、うん、そうなんですね。うん、まあそうすると、えー、今はまあなんて言うでしょう軸としては右左よりかは反、うんうん、えっとグローバリズムか反グローバリズムの、うん。 まあ基準と言いますか柱で物事を見るっていうことが非常に大切ということでしょう,もう本当にそう思いますあの右か左かっていうところで言うと皇室をどう思うかとかねそういうところもあるのでその軸はその軸でもちろん大切な軸だとも思いますけどまあ今はとにかくグローバリズムか反グローバリズムかでこれはね別の動画でも私語ってますけどグローバリズムっていうのは昔私はほぼグローバリズムはあのいわゆるグローバリズムですよはえ新自由主義だなと思って今だけ金だけ自分だけだな って思ってたんですけど、だん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 この1年ぐらい、あ、グローバリズムを構成するのは2つだなと。うん、新自由主義は半分で、ね、もう半分は全体主義だなと。いうふうにすごく思うようになってきて、このグローバリズムと呼ばれる新自由主義、今だけ金だけ自分だけと全体主義、あの、もうとにかく権力者の言うことを全て聞きなさい。聞かない人間は最悪、えー、逮捕します。というような世界観なのか、 えー、反対側で、いやいやいや違うよねと、それぞれの民族にも国にも良さがあるし、それぞれが自分のお役目を果たすような形を持って社会を構成して、みんな、まあある意味助け合いながら、でも、えー、線を引くところは引きながら、上手にやっていこうよっていうのが、まあ反グローバリズムじゃないかなと。で、この本当せめぎ合いの中で、グローバリズムというものにも世界中が今飲み込まれてきていて、うん ま、西側にいると我々なかなか気づきませんけど、西側の言論空間はほぼそっち側なんですよね。だけれども、ま、我々とか、え、思いを持った人たちが、そうじゃないよね、っていうことも言っているし、この西側を一歩出てみるとですね、BRICS とか、ま、グローバルサウスとか重なる国々多いですけど、こういうところではもうこの構図が明確に見えてるわけですよ。だから、グローバリズムに対して自分たちは違う。西側のその秩序に従わない。 ということで脳だって言っているまあそこの旧鮮鋒と言いますか一番の旗振り役が、まあ、ロシアのプーチンだなと私は思ってますね。ありがとうございます。うん、となかなか私もこの主観についてはいつも聞いてはいるもののまあちょっとこうわからない部分があったんですが本日お話聞いてちょっと整理ができました。うん、ありがとうございます。うん、まああれですねあの今日はちょっとね長くなったのであのこの辺にしておきますけどまあ細かい話は私あのずっと全国回って、えー、講演会やってますのでその時にお話ししているので。 ぜひあの興味ある方は聞きに来てもらったらなとは思いますはいありがとうございますそれではチャンネル登録通知表、通知設定高評価ボタンもよろしくお願いいたしますはいそれでは皆さん本日もご機嫌に中山を